はい。なんだっけ。はい。はい。流行ってるよね、あの人。なんだっけ。ジャンポケ斉藤さんですね。そうそうそう。はい。はい。ということで、はい、今回は。今日雨なんで室内ですね。はい。この間のね、あのボールの検証。はい。このスリクソンの新しいシリーズが。動画が生き返りましたよ。ねえ。奇跡。ねえ。何だったんだろうか。うん。すごい悲しい。ねえ。家帰ったらね、動画が飛んでたっていうね。うん。あの動画がなくなった時の悲劇ったらないよね。なんか、体力持ってかれますよね、あれ。そう。でも、まあ、それが生きたんで、はい、まあ、その動画はもう上がってるんだよね。そう、上がってます。ドライバーの下りだったっけ。そうです、ドライバーの検証です、うん、スリクソンのね。そうね。そうで、うん、よくよくこうその時このハサミ忘れたよ。そうこのハサミ忘れちゃったんで、そう、その時割れなかった。そう、割れなかったんで今から割ってみたいんですけど、それでね、これがこういう順序で、うん、硬い、柔らかくなっていくんじゃないかな。柔らかくなって出たよね。でこういう順序で飛距離もこんな感じだったよね。飛距離もね、確か。だけどこれ一番飛んでたのよ。あ、ドラコンはね、たまたまの一発、たまたまの一発だね。たまたまの一発、ね、まあちょっとあれ下りになってるから、そういうのあるか分かんないけど、うん、いや平均よ、アベレージはこうだったよね。そうですね、見事にこの順番だった、うん、そうだったよね。そう、うんうんうん、だから、うん、まあそれは感覚だったりね、うん、あの6球しかやってないもんね、1個。そうです、ちょっと省エネで、うん、だったんだけど、まあ、はい、まあ見事にやっぱり柔らかいと感じた順にこうやっぱり飛距離はあれだったんだけど、今回これです、うん、そう、視聴者さんから、うん、硬さを測る高度計なるものがありますよって言われたんで、うんうんうん、私これアマゾンで調べて購入しました。アップで、うん、これです、アマゾンでこちら購入しました、はい、これが、うん、説明書とかが入ってなくて、うん、電池も入ってなくて、うん、何の電池使えばいいか分かんなくて、うん、今買いに行ったんですよね。そうね。そう、どうやったらこれの電池が分かるんだろうって言って。本当電池ね。はい。で電気屋さんに行くかホームセンターに行くかどっちなんだってもう切っちゃって。そうそう、ね、もう早く動画見てる方も早割れよって思ってると思うから。でこれで硬さを今回測ってみます。よく横田がこうコンコンコンって叩いて。音が低いから柔らかいでしょとか、うん、音が高いから硬いとかって言うんですけど、うん、これで全部丸分かりです。数値化されて出てきます、硬さが。そうですね、うん、これで割るんよ。これで今何切ってるんですか。あ、これは前回の XV ですね。17年モデルの XV、はい、うん、違う、19年モデルの XV ですね、はい、失礼しました。さあ割りました。はい、これ以前割ったんですけど。そうそう、以前割ってこんな感じですね。割ったやつなくしちゃったんですね。そう、割ったのなくして、はい、こんな感じです。こんな感じです。匂いがもうすごい新しい、なんかゴムの匂い、うん、はいはい。そしてこれが、あ、これは古いやつ、19年のね。さあさあ、新しい XV、はい、もうだんだんちょっと割るの慣れてきた、うん、ボール割り職人ですね。うん、パイプカッターというやつですね。ホームセンターで売ってますけど、あまり良い子は真似しないように、うん、こういう感じになりました、新しい XV、うん、さあじゃあさ、まずこの2個を比べてみようよ。おお、この、うんうんうん、19年モデルの XV と21年モデルの XV で硬さを比較
そうそう、僕がこうやってパチンパチンって叩いたわけよ、うん、ね、パチンパチンってやったんだけど、はい、ほらこっちはちょっと硬いじゃない、この新しい、あと古い前回の方がね、うん、音がね、前回のでこれ今回のなんだけど、ほらほらカン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 、これでこっちが硬いじゃんって最初言ってたんだけど、本当かどうかっていうことね。でもこれ割んないでこうあのリフティングで分かったんだよね。そうだそうだ、これはね、うん、リフティングで、うん、まあそこにあるよ、うん、こっちがこちら、まずこれは古い方ね、古い方が、あ、こうか、古い方がこれ変わんないね、うん、あ、そっちが新しい方、そうそうそう、わかるね、わかるわかる、音でわかる、うん、新しい方、ね、これが新しい方、あ、そうそうそう、音でわかる、音でわかる、そう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 、そう、さあさあコード系、うん、行ってみようか、やってみよう、うん、さあさあ、うん、まずどこ、真ん中行く、まず真ん中でしょ。ちょっとじゃあ、うん、はい、これが新しい方、うん、これが、うん、これが、これが新しい方ね、ああ、違う、これは古い方、古い方、これは古い方、新しい方、新しい、じゃあまず新しい、真ん中の色一緒に見えるね、本当だね、真ん中の色一緒ってことはこれもしかしたらここは一緒の可能性あるんじゃない、あるね、見てみようか、うん、じゃあこの、じゃあじゃあじゃあ新しい方、もう古い方、ようん、数字見るにして、うん、こうかな、ちょっと待って、まずゼロにするんだよこれ、うん、ゼロにして、はいはい、もう一応下、うん、こう、そう、そこそこ、うん、そこそこ、よし、いくよ、何も出た、38、はい、じゃあ次見して、新しい方、新しい方いくよ、はい、ゼロにします。はい。ぎゅ。39.5、38.5、38。一緒だ。一緒だ。一緒だ。真ん中は一緒だ。真ん中一緒。これ数字が大きい方が硬いんだよね。でしょうな。そもそもだけど。うん、でしょうな。そうだよね。うん、でしょう。じゃあちょっとこの外側。外側。外側行こうか。この。このピンクの、ピンクのところ、ピンクのエリア、うん、ここ、ピンクゾーン、ピンクゾーン、はい、46.5、でさっきより、はい、真ん中より柔らかいんだ、うん、ちょっと、ん、さっき何だったっけ、86、あ、そんなやつ、そう、うん、46とか46.5、はい、いきます。うん、ちょっと硬いの？え？いや、あ、一緒だ。あ、うん、46.5。やっぱちょっとだけ柔らかいんだ。人間ってそんな違いが分かるの？一の違いが分かるの？この機械の。ね。じゃあちょっとカバーやってみる？うん。カバー。カバー。カバーはじゃあちょっと。でもカバーさ、これさ、多分 0. 何ミリとかだから。ケース層まで硬さ貫いちゃいそうな気がするね。まあ、だけどだよ、うん、だけどちょうどそれだって1層と2層が色が同じなだけでそれ2層分でしょ、大丈夫、うん、でも大丈夫、ちょうどだから、ほんと、うん、よし、やってみよう。カバーはどっちがこうやって持った感じ、どう？分かる？まあまあちょっとやっぱちょっとこっちの方が全然柔らかいような気がするけどね。本当。新しいやつの方がね。よし、じゃあやってみようか。じゃあ古い方から。古い方。このディンプルのところにしようか。ディンプルの真ん中ぐらい。ギュッ。50。どうなんだ？50。
56.5 とか 57.5 とかピシッといかないね。57やっぱへこんでるからかな、ディンプルのところが、まあ、最高に、あ、今58って言ったね。57ぐらいなのかな、 56.5 から7ぐらいなのかな。あ、なんか今度下がってきたね。なんだろう、あれ下がってきちゃったね。どういうことなんだ、ちょっとこれ割れてないやつで試す。あ、そうしようか。うん、じゃこれまず古いやつね。うん、古いやつ、古いやつで品。これやっぱり曲面だからあれなんだな。うん、54とか56とか、うん、まあそんな感じね。うん、さあ、あ、ごめんごめん、これ新しいやつだった。これ、これごめん、今の新しいの持ってきちゃった。え、もう一回、これ今の新しいやつ、一応ちょっと見せて見せて。はい、はい、これね、新しいやつだね、はい、新しいやつは、はい、こういうふうに点が2つ、うん、さあいくよ。これ、これは古い方、古い方、硬いと思われる。ここが違うからね。やっぱ硬いや。うわ、60とかいくもん。ほら全然違うよ。60いっちゃうんだ。もう一回、じゃあこれ古い、あ、新しい方。うわ、全然違う。あ、全然違うね。全然違う。だから俺らの感覚すごいやん。うん、本当だね。うん、ちょっとメモなきゃダメじゃない、メモるか、メモるか、メモなきゃダメだよ、メモろ、うん、メモろ、分かんなくなっちゃうよこれ、うん、メモろ、うん、メモろ、メモろ、うん、はい、はい、じゃあまず、XV でしょ、うん、XV、2019なのかなそれと思います。2021の XV、はい、でダイヤ2021ダイヤ、ダイヤ、はい、Z スター、2019の Z スター、2021の Z スター、よし、で、何だったっけ、で、これ30、あ、38、まずこの、ニューのニューの真ん中、もう一回ちょっとニューの真ん中が、はい、うん、ニューの真ん中もう一回行こう、ゼロにしてね、ギュッ、もうちょい下、 38.2、 38、はい、はい、コアね、はい、コア、コア38、はい、38、うん、38で、コアの外側いきますよ、はい、この一個外側、うん、結晶ってかな、結晶の一個手前ですね、これは結晶でしょそれ、うん、ケースはね、もう、あ、ケースだもんね、それ。コアの2つ目コアね。うん、2コア。うん、はい、34.5。35.30。30。うん、なんか押すとこでだいぶ。48から40、47、40、どうだろう、
47ぐらいかね。47、うん、真ん中は 38.5、うん、47とかですね。あ、はいはい、はい、45ぐらいか、45から47ぐらい、うん、あ、そうだね、45から47、はいはい、じゃあこれ45から47、はい、新しいやつ、はい、これ古い方だね、古い方、2019一番硬いやつ、はい、真ん中いきます、はい、いやー、やっぱ 38.5、 やっぱ同じ素材っぽいね、うん、38.5、 やっぱ色一緒だから同じ素材、38じゃ、最後38だったよね、うん、同じ素材なのかね、うん、多分 38.5、 うん、ちょっと違うのかな、お、37.5、何回も刺す、あの、うん、同じとこで行き来すると穴が緩むから一発目でやんなきゃいけない、そうそうそう、38.5、やっぱ 38.5 だね、そうだね、うん、38とかね、はい、うん、じゃあ、はい、ピンク層、ピンクの層ですね、はい、ピンクゾーンいきます、423、うん、423、はい、ちょっと柔らかい、ちょっと柔らかいね、はい、ちょっともう一回やって、もう一回、うん、49、48.5、49、うん、やっぱ これが本当かな、うん、でもやっぱりいろんなとこがあるね、うん、ちょっと待って、だいっちゃん硬いところ、まあいっちゃん柔らかいのがちょっと今いくつぐらいだった、あ、52っつうのいったよ、 51.5、 うん、52、 51.5 とか出なかったからね、お、50、 今54っていうのが出たよね、うん、うん、これ何、まあまあ、だから場所によってそれは違うんだろう、うん、刺すところによって、うん、だけどまあ出てくる数字はやっぱりちょっと高めだよね、うん、僕が初期に変わります、うん、50、53とか、まあじゃあ3箇所ぐらい、 4箇所ぐらい、まあまあ出た数字全部書いていけんだよ、うん、47.5、 うん、52.5、 うん、56.5、 うん、1、2、3、4、5、6点取れました、うん、はい、じゃあさっきの新しいやつも6点取る、うん、そうだね、うん、はい、じゃあ行きます、はい、45、47、はい、50、はい、50、46.5、43.5、どう、うん、やっぱ全然柔らかい、全然柔らかいね、うん、なるほどなるほど、はい、OK、 じゃあ今度黒で比較しましょうか、黒同士、黒同士、okay、 うん、じゃあこれも切ってからさ1年経ってるから新鮮なのにする、やっぱフレッシュな状態でいこう新鮮な、表面がだってもう硬化してるかもわかんない、うん、同じ条件でいきましょう、うん、怖いんだよなその音がいちいち、ね、怖いよねさあ、古い、さあ古いスターですね、中がうぐいす色なはずです、そうです、これです、うぐいす色、うん、はい、春の色でいい色だね、うん、ずんだ餅、
んですね。はい。何ずんだ餅って。ずんだ餅知らないんですか。秋田の？いや、宮城県ですかね。へー、あの枝豆の緑のあんこです。ずんだっていうのは。さあ、そして。さあ、新しいやつ。新しいやつ。2ピースなんですね。いや、3ピースなんですよ。1ケース、あのカバーとケース層がね、同じ色なんだと思う。こうね、こう光の反射でちょっとこう、そう、前も間違えたんだよね、そういえば。そう、なんかご指摘いただいたもんね。うん、こう光の反射でね、1層目はちょっと反射しなくて、2層目はちょっとテカる感じ。だから多分、全メーカーの中で一番カバーが薄いんじゃない、これ。この見方をすると、ツーピースに見えるよね、パッと見。書いてあります。うん、そうだね。だからカバーが蓋構造っていう、あ、でもこれは何層っていうのかね。だからコアは一層なっていうことだよ。そう、なんでコアは一層、カバでもカバーはどっちも2つだから、うん、なんで XV は4ピースで、普通の、Z スターは3ピース構造。そうなの、うん、でございやすと、はい、古いやつは縦にね、うん、縦に置いてます。古舘一郎、よし、これで。さあ、新しいの終わります。これまあまあ間延びしちゃうから、カットしてカットして短くした方がいいね。うん、まあ、もしくはこう喋りながら切るとかね。うん、あの紙切りの職人とかすごいじゃないですか。うん、守らせるためにすっごい喋ってますよ。そうね。こうこうやって動かして。そうね。俺にそのトーク術がね、いまいち。切れた。はい。はい。からし色？からし色や。からし色、からし色の、これが新しいです。じゃあ新しい、はい、わさびとからしですね、これ。こっちの方が断然柔らかかったやつだよね。はい、新しいのから新しい、古いのより、古いのも柔らかかったけど、うん、これはもう断然柔らかかったです。柔らかい、からしは柔らかい。カバー中ともにという感じかな。はい、じゃあ本当かっていうやつやってみましょう。はい、じゃあからしから、うん、じゃあからしからいきます。ちょっと待って、はい、からしからいきますよ。せー、はいはい、せーの、ギュッ、はい、43、はい、43、はい、はい、43、柔らかいね。42、41.5、44、はい、43、はい、6点ぐらい取れたかな。44、はい、じゃあ次、はい、わさび少し固く出んのか、本当に。はい、34、わさびは古いやつ、うん、34、38、はい、39.5、はい、38.5、はい、はい、じゃあ今度新しい方、はい、からし、新しい方、はい、はい、ゼロにしていきます。40、39、38、43、はい、42、41、40.5。やっぱ硬いじゃん。やっぱ硬いね。はい。外から押したらどうなるの？じゃあカバーが柔らかいんだ、これは。か、結霜か。どっちか。でも断然柔らかい感じしたよね。ね。まあじゃあちょっと、はい、カバー。あ、この球形の方がいいんじゃないですか。
じゃあ新しい方いきます、はい、柔らかいと予想される方、はい、新しい方、はい、グン 51.5 51、はい、入れたての数字取るよ、はい、54、はい、パッと出た数字にしようね、50、あでもだんだん下がってっちゃうんだよね、こう柔らかく 動いてるから、うんうん、圧力が少なくなっちゃってさ、逃げてっちゃうってこと、逃げてっちゃうんだよ多分、55、はい、56、はい、だスパッてこう垂直にさせなきゃダメだ、うん、これが、これが古い方、今度は古い方、はい、59、やっぱ硬いんだ、57、あ硬い硬い、64、わ硬い、57、断然カバー、63、カバーだ、カバーが硬いんだね、なるほどなるほど、でこれが古い、うん、全然音低いわ、全然低いよね、へえ、面白いね、だからこれまあまあ飛んだのかな、これ飛んだよね、うん、まあまあ、結構飛びました、だからコアを固くしてるから、うん、外を、だからなおさらアプローチとか柔らかかったんじゃない、うん、要はなんかね、俺ブリヂストンのボールってそうなんだけど、うん、あのスピンかかるやつの方がコアを固くしてるんだよね、うん、ブリヂストンのボールってなんかちょっと特殊でさ、コア固くして外のカバー柔らかくするっていう風にしてスピンかける方法もあって、うん、これだなおさらだからアプローチでスピンがかかってる感じはそれなんだろうね、そうですね、なるほど、へえ、なるほどね、面白いね、買ってよかったね、この測るやつ、うん、買ってよかった、はい、はい、でダイヤでございます、ダイヤ、まあその中間ぐらいだろうっていうね、うん、さあどんな柄なんでしょうか、何色でしょう、何ピースなんだろう、ああこれあれだ、ああ、え、なんかちょっと中にマリアージュが、なんだ、なんだこれ、グラデーションしてるね、練り込み練り込み3ピース、練り込み4ピース、うん、これはっきりとは分かれてないけど、でも構造が書いてないよこれの、明らかに中心部ちょっと色違うよね、うん、これにはでも構造があえて書いてない、練り込み4ピース、なんだこれ、書いてない、明らかにでも真ん中に何か存在してるよね、 なんかあるよ、なんだこれ何これ、ね、これが黒でこれが赤で、うん、ダンロップは先に行くって言うけどねさあ、じゃあ計測、はい、これ中心部とさ、うんね、ちょっと中心外したところに飛んなきゃダメだ、そう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 、はい、じゃあいきます、はい、中心部、え、中心部からいきます、はい、43 44 46.5 46.5 48 47、じゃあ、はい、飲もう、はい、それってどうなの、赤と柔らかいと思う、やっぱ赤より柔らかい、うん、うん、XV より柔らかい、うん、であの黒よりはちょっと硬い、硬い、うん、中間だね、はい、OK、じゃあ今度外側いきます、ちょい外、外側いきます、はい、54、はい、52、はい、53、53、52、
うん、硬い、真ん中より。え、真ん中より硬い。他のボールと逆パターン。そういうことか。そういうことだな。あれ XV たちって、そう、セカンドコア、あ、柔らかくなってる。中心より一個外側の方が。これは逆なんだ。だんだん中が柔らかくなってるんだ。なるほど、なるほど。そういう逆パターン。逆パターン。はあ。こりゃ違うボールだわけだ、全部。なるほど。うん、だからアイアンの、うん。なるほど、考えたね。アイアンのスピンって言ってたじゃん、これ。ミドルアイアンのスピン。ミドルアイアンのスピン。うん。だドライバーはあんまりこう、もっと潰れるから。なるほど。スピンが落ちる。ロングアイアンはそこまでいかない。アイアンは、その、ど真ん中までいかないから、上がるっていう。ほう。考えたね。考えたねってね。失礼な話。俺らから言うのもね、天下の住友ゴムだからね。うん、天下の住友に考えたねってのは失礼だけど。なるほど。じゃあやっぱりこれは安易に俺も評価しちゃいかんな、これ。これなんかすごい新しいテクノロジーなわけですね。なるほど。中間かなって安易に思っちゃってたけど。そんな単純なものじゃないですよ、小田さんと。なるほど。はい。アイアンにやっぱり。なるほどね。新しいね、これは。これは面白いわ。うん。これはね、実際買って、皆さん回ってみて感じた方がいいですね。うん、そうですね。これ単純に間かと思っちゃってた。今回は、このスリクソンを割ってみて、硬さを測定してみたという、はい。件でございました。はい。最後までご視聴いただきありがとうございます。はい。ね、チャンネル登録もまだまだしてない人はしてほしいですね。はい。そうですね。で、アプローチの感想はアプローチとアイアンの下りで分けてるんだよね。ドライバーはドライバーで分けた。はい。なんでもうそれはすでに上がってます。はい。ドライバーのインプレッション、アイアンのインプレッションと両方出てますので、そちらの方と見比べてみてください。はい。以上でございます。こっちはね、稲森だったね。うん、これ稲森。こっち大二郎だったね。あ、大二郎。大二郎。リグヤはどれなんだ。どうだろうか。松山はどれなんだ。松山これかな。ねえ、そう、うん。ちょっと。ねえねえ、この間なんでこれを選ぶだろうって言ったの。ああ、それは、うん、右側に立ってこうドローを打ってコントロールしていくから、うん、早く落ちてくるボールってすごい好きなんじゃないかなと思った。ボール特にこう開閉も少なくやるタイプだし、うん、なるほどね、うん、と思ったの。そう。なるほど。絶対そういうボールが好きなんだろうなって。なるほどね。うん、時松のあれだ。うん、稲森。あ、稲森の。そう、はい、稲森の。やっぱそれ正解だったのかな。やっぱ本人からインタビューしてみたいけどね。そうね。うん、やっぱ大二郎はより飛ばしたいのかな。そうだろうね。うん、けど、まあ、うん、稲森はね、7年連続フェアウェイキープ率ナンバーワンですからね。うん、だから早くフェアウェイをとりあえず落として、うん、ランで稼ぐというね。うん、やっぱ舞い上がっちゃうから、うん、飛ぶボールはね。そう、うん、僕も早く落ちてほしい。やっぱりドライバーに散らかる気がする人はやっぱり柔らかいボールを選ぶべきなんじゃないかなと思うな。そうですね。うん、ということで、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあまた次回もお楽しみに、はい、さよなら。